投票してくれた人、本当にありがとう。約1万4000票を獲得してアローが11位になったぞ。ほう、そこそこいい感じでしょ。よく頑張ったね、マッシブーン。私、自分の子供が受験に受かったかのような気持ちだよ。おめでとう。何これ、そこまで喜ばれると思わなかったんだけど。ねえ、マッシブーンを褒めるのもいいけどさ、僕にも何か言うことがあるんじゃないかな。コロナで小学校閉鎖したからって夜な夜な泣かないで。立ちの苦情やめろ。じゃじゃーん、なんと上都トップ30にランクイン。すごいでしょ。これマジ絶対健在だと思ったのに。おめでとう、よく頑張ったね。えへへ。じゃ図書カードあげるね。なんで僕のお祝い適当なんだよ。そういえば、上都にはヘラクロスもいたよね。僕25位だったよ、褒めて。関東1位のリザードンはみんな知ってるので置いといて。置いとくんだ。問題はガラルの面々、ボヘチャンネル期待のニューフェイスである彼らはランクインしてるのでしょうか。それではご回答。待ってくれドン。頼む。ガラルのランキングを見る。それだけはしないでくれ。アデクかな？どうしたのさジュラルドン、なんかあったのか？ランクインできなかった。3人の中で1人だけランクインできなかったドン。そんなバカな、約束通り5票入れたはずなのに。入れてたんだ。悲しい。悲しいドン。ジュラルドン。確かに、今回の件は残念だった。悲しむ気持ちもわかる。けどな。お前には辛い時支えてくれる仲間がいるんだ。そのことを忘れないでくれ。みんな。俺も最初はデザインをボロクソ叩かれた。ポケモンっぽくないってな。でも、時間をかけてここまで来れたんだ。お前もやれる、マッシブーン。まだまだこれから逆転のチャンスなんてあるさ。むしろ伸びしろしかないよ。チャンスだと思う。アーニャちゃんかわいいな。こいつマジでゴミだドン。というか勝ってくんの早すぎだろ。よし、早速お前のいいところを PR して次の選挙に備えるぞ。目指せトップ30以内。おお。アピールのために今回も次回もその次も頑張るドン。あ、それは無理だよ。君たち準レギュラーはシフト制だから。なんだそのシステム。てか僕休みないんだけど。レギュラーは基本休みなし残業代なしだから。コーミー。今日の、コーデタイム。どう？素敵でしょ？ 100 点満点中65点。カレーうどん一撃で死にそう。待ち合わせの目印にされてそう。後ろ姿しかいいとこない。マネキンの方が100倍オシャレ。終わり。心折れてんじゃねえか。で、パーティーはこんな感じにしました。名付けて、ジュラルドンエースパーティー。なんじゃこりゃ。相手パーティーの素早さを確認し、ダイジェット持ちが複数いたり、素早さが圧倒的に負けてたら雑にミミッキュを放り投げるよ。雑に投げられたミミッキュはトリルで切り返してジュラルドンに繋ぐんだよね。なんか三文時代の僕を見ているよ。なるほど、中速トリパってやつだな。でも相手パーティーの方が遅いし、なんだったら向こうがトリルしてくるぞ。だからこそのミミッキュ選出だよ。そうなのか。先発はタスキを持ってて動きやすいエースバーン、控えにミミッキュと最強イケメンポケモンジュラルドンで。1分前のナイーブ具合どこ行っちゃったんだよ。その辺に捨てた。対戦よろしくお願いします。さてポケモンを出し合ってる間にどうやったらジュラルドンは人気が出るのかを話し合いましょう。あ、PR と同時に作戦会議もするのね。その前に、他の人気者の特徴をリストアップし、傾向をつかむことが大切だと思うドン。おう、ガチやな。例えば私たちが出すエースバーンなんかは、御三家であることが人気に大きく直結してるよね。多くのプレイヤーが旅のお供にするから思い入れができるんだよな。ポケモンの中でも特別な存在なのぜ。対するジュラルドンは出るのがシナリオの終盤も終盤、しかも出るのが調整確率とかいう使わせる気がない状況。そりゃ思い入れできないよね。なるほど。次回作は一番道路に出してトマスダに交渉しに行くか。タイプ的に無理やで、というか膝余裕で耐えられてるんだが、助けあるしなんとかなる。ハイウンチ、ボロボロ。ロックブラストは複数回攻撃ゆえタスキ貫通なのです。大魔ドサイドンにぐちゃぐちゃにされるのが負け筋なんで別にこれでもいいんですが、エースバーン君が儚く散っていくのが悲しい。あのさぁ、ちゃんとパンツ履いてるのにかわいそう。パンツどころかズボンも履いてるぞ。ミミッキュじゃドサイドンに一生勝てないのでジュラルドン出します。いくら強いポケモンでも必ず苦手なポケモンはいますからね。強さといえば、人気になるには強さも要因の一つになると思いませんか？あれこれ誘導されてた？強いと対戦で使う機会が増えて、使ってくうちに愛着が湧いてきます。なるほど。で、ジュラルドンって使用率どんくらいなんだ？ 30位ちょいしたくらいですね。なんとも言えねえ順位。いろんな技を覚えるから型が豊富で、ドラパミミッキュなどの中ポケにも対抗できるスペックは持ってるし間違いなく実力はありますが、自分でも顔とタイプは優秀だと思ってる。上半身だけな。ちなみにここはドサイドンを確実に落とすためにダイマックスを切りました。逃げられましたが大スキルで防御上げられるんでまあよしとしましょう。本当によしなのか。
いドンね。まあ、首から上はかっこいい部類に入ると思うよ。かっこいいといえば、見た目の良さも人気に関わってきますよね。めちゃめちゃ強引に繋げるやん。かっこいいポケモン、かわいいポケモンはそれだけで有利。我らガマホイップがそれを証明してます。やったぜ。まあユキハミに負けてるけどね。切れそう。ジュラルドンは首から上はかっこいいんだが、攻撃モーションがなんか変なんだよな。そういうコンセプトのポケモンなんだけど。というか俺の首ってどっからどこまでドン。知らね。張り切りで攻撃力がめちゃ高いパッチラゴンの攻撃を余裕持って耐えてくれました。半分残ってくれたのはアドアド。ジュラルドンの技徹底抗戦は威力が高い代わりに体力が半分削れちゃうから死なないように調整したかった。ラス1対面で徹底抗戦で相打ちしたらこっちが負けですもんね。防御力の高さが言ったのぜ。防御が高いと人気者になれる。そうだろう。1位のポケモン耐久カスですよ。相手の3体目はブリムオンでした。トリックルームでドサイドンに繋げるつもりね。いくら特防が高いと言っても俺の一撃でお前は飛ぶ。希望のトリックルームはここで済むドン。なんだろう、見た目も相まって悪役感がすごい。選挙結果で闇落ちしたからだ。ヒーロー的な売り方もありドンね。12秒かな。はい、まあこういうパーティーのグリムオンは実中発揮助けだよね。これ取りルータれるしやばくない。ドサイドンどうやって止めるんだ。マリサ、私が何のためにミミッキュ連れてきたかわかる。トリルをトリルで切り返したのだよ。説明しよう。トリックルームはすでに展開してある状態で使うと効果を消せるぞ。これを使えばトリル対策ができるね。あからさまに遅いパーティーに派遣したのはそういう意図があってか。相手の対策をさらに対策するアニメの主人公のような戦術。アニメ？アニメといえばこいつ一人で連想ゲームでもしてんのか。アニメで活躍したポケモンたちも人気が出る傾向にありますよね。今出てくるミミッキュや私の相棒リザードンなんかもそうです。ジュラルドン、アニメでレギュラー張れるのかな。今回もアニメ地方縛りないから普段より確率低いと思う。打ち切れそうだドン。まあどんな地方が舞台だろうが僕は出れないけどね。はっはっは。とりあえず今まで4つ条件言ったわけですが、どれもあんま当てはまりそうにないですね。量の増量を見込むためには他のやり方も試すしかないので。増量か。鶴瓶師匠のシールでも貼っとけばいいんじゃね。それ増量するの食べ物だけだろ。戦技の道も一歩からです。地道に愛着湧いてもらうよう宣伝するしかないですよ。そうだね、それしかないね。やれることをやってこうか。いつか3匹が並べるように。デイム。どっちかというとこれがいいドン。ふざけんな。画面の方ですがミミッキュがしっかりトリルを張れたみたいです。化けの皮なしでも耐久割と高いから強いよな。とりあえず影打ちでグリムオンを落として、呪いで実施退場して特防アップを阻止します。やっぱこのポケモン強すぎるって。これで OK。 あとはジュラルドンが徹底抗戦を当ててくれるだけ。任せるドン。俺はこの試合を、不幸な現実を終わらせる。ナイスキルだぜ、ジュラルドン。これからみんなと一緒に頑張っていこうな。それってつまりレギュラー昇格ってこと。3匹まとめて準レギュラーです。ピエン。ピオさん、対戦ありがとうございました。おまけ。これより、UD 各合同の緊急会議を始めます。議題は私たちの選挙結果がボロボロだった件についてです。マジで心に来てそう。何か意見がある人は挙手をお願いします。はいはいはい。拙者たちが低かった原因、それは箱押し勢の多さにあると思う。箱押し勢？箱押しとは、一つのグループに対して特定の誰かではなくグループ全体が好きで応援していることを指す言葉。こういう人たちは誰に投票するか迷うから票が分散し、結果として全体が下がってしまったと思うでござる。格は他の順伝と違って4体いるし、 UB はもっと数が多いからな。まあ UB はその可能性もなくはないけど、格って箱押し勢いるのかしら。知らね。やはりアニメでの出番が原因だろう。元から1話ゲストにしかなれないのは100も承知だが、その中でも扱いに差は出てくる。それにポケモンはシリーズが後半になるほど視聴率が落ちていく傾向があるから、先に出た UB と後に出た UB で差が出てしまったのではな。フェローチェ。忘れようとしてた記憶が蘇りそう。もうアニメという言葉を口にしないで。ああ、アニメの話するからフェローチェ死んじゃったじゃん。この辺一体地雷畑か。そもそも私たちは過去作のポケモン、内定もしてないしアニメ再出演の可能性も絶望的。割と積んでると言っても過言ではないわね。せめて私だけでも、私だけでも次回は、トップ30以内に。そこはみんなで目指そうよ。ぐすん。誰？あなたはバオッキー。いや、なんで UB たちの会議にこいつがいるんだよ。バ
大きい。そうよね、私躍起になりすぎてたかもしれないわ。今の演説そんなに響いたの？割と言ってることペラかったよ。今は地道に私の布教活動を頑張ることにするわ。というわけで皆さん、私、これから頑張るから、応援よろしくね。準レギュラーのフェローチェさんはそれでいいかもしれませんが、出番がほぼない私たちはどうすればいいんですか？わかんない。ふざけんな。